ユニットエーレと申します。豊橋からアイリッシュの風を皆さんにお届けしたいと思います。差し支えなければどちらの方で、松山町豊橋の、ああ、そうですか。裁判所の前にある消防署の6階の、毎週練習。ああ、そうですか。それはあまり見学に行ったら迷惑になっちゃう。いいですか。中部地区市民館、はい、あの消防署の6階か、あそこですね、はいはい、ああそうですか、はい、アイリッシュ音楽って初めて聞くんですが、はい、一言で言うとどんな音楽なんでしょう。そうですね、実はその昔、まあ、童謡とか唱歌、はい、そして日本に入ってきた曲で、まあ皆さんよくご存知なのは庭のちぐさとか、はい、まあ、あとは蛍の光、青木元落としのあたりも、あちらの曲ですね。あ、そういえばあの曲って日本メイドインジャパンじゃなかったですよね。確か、あ、そうか、曲調がとても日本人になんか合いますね。はい、人気がありますね。そうですか、はい。あのまたいろいろライブとやっておられるようなんですが、はい、中部地区市民館の6階ですね、6階、はい、あそこに行けば、金曜日の、7時頃からですね、頃から、はい、ああそうですか、はい、分かりました、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。